日に移るは霊言の舞。日に宿るは歴戦の雄。紡がれる強者の感慨。幾重もの意志、元勲の糧となり、鬼を滅する力とならん。なおも、なおも、終わることなき人気の決戦。日に宿るは歴戦の雄。日に移るは少年の覚悟。甘い。やっぱりサビトは反応が正確で早い。中途半端な攻撃じゃ弾かれてしまう。かまど炭治郎、あのどうしようもなく弱かったお前が剣士となるため呼吸を身につけた。幾千幾万と刀を打ち込み、腕が悲鳴を上げてもなお刀を振り続けた。俺に何度倒されても立ち上がり挑み続けてきた。お前は強くなった。今俺に真剣を握らせていることが何よりの証。今宵こそ仕上げの時、未だ奥底に眠る覚悟を奮い立たせろ。技を、感覚を研ぎ澄ませろ。来い。行くぞ。それ。しっかりして。なるほど、そうきたか。やるな。鱗滝さんに教えてもらった技でサビト、いけ。全集中。いい動きだ。ねじれ。やるようになった。そうだ、それでいい。俺にできることを全部出し切れ。足を締めするな。俺がくじけることは絶対にない。これで決める。見事だ。これで決める。これで決める。これで決める。水の呼吸、銃の肩、強くなったな。そう来なくてはな。ここだ。遅い。くっ。覚悟が足りていない。鱗滝さんに何を教えてもらった。足を止めるな、立ち止まるな。進め。男なら、男に生まれたなら、進む以外の道などない。さあ立て、立ち上がり、もう一度挑んでこい。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。岩を、そのためにはサビと。でも何度挑んでも、なんでこんなことになっちゃったんだろうな。
普通に暮らしていただけなのに、家族と一生懸命に生活して、貧しい家だけど時々は街で美味しいものを買ったりして幸せだったのに。幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。たった一日、俺が家に帰らなかったあの夜に、みんな死んでしまった。鬼に襲われて死んでしまった。痛かったろ、苦しかったろ、ごめん、助けてやれなくて本当にごめん。辛いのはお兄ちゃんも同じでしょ。顔を上げてよ、一人だけ悲しまないで。私も一緒だから。兄弟二人なら辛さを乗り越えられる。そうでしょ。そうだ、俺にはまだ残っている禰豆子。あの晩お前は鬼になってしまったけれど、でもそれでもお前は生きてくれている。サビトの言う通りだ。進むしかない。妹を人に戻す方法を探るためにも、みんなの仇を取るためにも、俺は刀を握ることを決意した。そうだろ、炭治郎。ようやく男の顔になったな。ここで止まっていたら禰豆子は助からない。それに俺を引き取ってくれた鱗滝さんと鍛えてくれたマコモに失礼だ。今日こそサビトに勝つ。行くぞ。待て、前の力を見せてみろ。知識として覚えただけじゃ必死になれ。今日こそサビトを超えろ。もう一度行くぞ。力の血の巡りを意識した。どれほど鍛えて、もうすぐ結果が出る。決着をつけるぞ、炭治郎。来るな、ならば全集中。水の呼吸、死の方、打ち死を。相打ち、いや、違う、炭治郎の方が。見えた、月の糸。勝ってね、炭治郎。あいつにも。
岩が。サビトとマコモは。まさか本当に切ってしまうとはな。お前を鬼殺隊の最終選別に行かせるつもりはなかった。もう子供が死ぬのを見たくなかった。お前に岩は切れないと思っていたのに。よく頑張った、炭治郎。お前はすごい子だ。最終選別、必ず生きて戻れ。わしも妹もここで待っている。日に映るは少年の覚悟、覚悟示すは鬼滅の道。